けど、次の収録から復帰する。よかった。でも無理して出なくてもいいから。あ、今のは嫌な意味じゃないからね。私としては無理してでも出てほしいんだから。わかってる。これからはさ、あかねもちょっとキャラつけた方がいいんじゃない？やっぱ素の自分で出て叩かれるとダメージ大きいし。素の自分を晒しても傷つくだけ。これは別にリアリティショーに限った話じゃない。社交術としても重要な概念だ。私演技は得意だし、やってみようかな。でもどんな役演じればいいんだろう。アクタンはどういう女が好み？なんで俺に理想の女性像を教えてあげてよ。理想？顔のいい女、太陽みたいな笑顔、完璧なパフォーマンス、まるで無敵に思える剣道、吸い寄せられる天性の瞳。でもあれかな、B 小町の愛みたい。違う？いや、まあ大体合ってる。アクア君の好みの女の子やってみるね。やれやれ。アクアを落とせ。愛の真似なんて誰にもできない。あれは天性のものだ。 B 小町の愛、資料集めないと。特徴はやっぱりあの瞳だとしたら、承認欲求は満たされてる。でも異性関係は何かあるだろうな。家庭環境はいい。いや、この人格形成は劣悪な方向かな。破天荒な言動に反し完璧主義者。金銭感覚が節制傾向。ファッションはやや無関心。歩き方が大股。教育レベルは低め。箸の持ち方が少しいびつ。秘密主義と暴露欲求。無頓着さと過度な執着。視力はいい。聴覚と嗅覚が過敏。発達障害の傾向。思春期の段階で性交渉があった子特有のバランスの悪さ。15歳あたりから破滅的行動に改善が見られる。いい出会いがあったのかな。本日より茜ちゃん復帰になります。皆さん、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。頑張りでお返ししたいと思っています。行くぞ。そうだね、アク。眠いんだよね。収録早すぎてさ。あ、もうカメラ回ってる？